こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、先日ネイルを買いに渋谷に行ってきて、その帰りに久しぶりにね、アクセサリーを買ってきたので、そちらをね、ちょっと紹介していきたいと思います。じゃあちょっとその前にネイルを紹介しようかな。じゃーん、こんな感じです。今回紫にしました。ちょっと秋っぽい色味にしました。見た感じね、ちょっと爽やか系かなと思うんだけど、深みのある紫をちょっと使ってもらったのと、こっちはね、ちょっとピンク、ゴールド、パープル入ってるのかな、のラメで仕上げてもらいました。私はですね、左右別々のアシンメトリーが大好きなので、右はね結構遊んで、左はいつもラメとか単色系のやつでまとめてるんですよ。で、今回もこんな感じにしてもらいました。あのネイル詳しく見たい方とか、お店の詳細知りたいなって方はインスタグラムにね載せてるので、よかったら見てみてください。ということでやっていこう。なんかさ、この前の生放送からさ、髪の毛変えたってすごい言われるんだけど、色落ちしてね、なんだろう、緑っぽくなったんだよね。色落ちも楽しめてすごいいいよ。今回ね、なんかね、ブラック入れてもらったからね、表面の色が全然ね茶色くならなくてね、超いい感じ。はい、私がね今回アクセサリー買ったお店が渋谷の丸井の1階の入ったところにあるんですけど、結構いろんなところにあるからみんな多分知ってると思うんだけど、ラティスっていうこの店、アクセサリーがね315円で売ってるお店なんですよ。で、今回は私ね、ピアスの穴が開いてないので、イヤリングとブレスレットとピンキーリングを買ってきました。あのね、私ね、イヤリングとかね、あんまつけないんです。あんまつけないっていうか、だいぶつけない人で、なんかなくしちゃうんだよね。なくしちゃいがちだから、もうあんま買わないようにしようと思ったんだけど、ちょっと秋冬にね、ちょっとおしゃれをしてみたいなと思って買ってみました。じゃあまず何から紹介しようかな。あ、違うわ、ブレスレット、イヤリング、リング、あとヘアピンを買ったんだ。ヘアピンから紹介していこうかな。じゃあ、じゃーん、3つセットになっているヘアピンです。この T シャツ可愛いよね。なんかこのゆるい感じすごい可愛い。で、こんな感じ、上がバラのやつになってて、こっちがハート、こっち一番下が何もついてないやつです。私最近長袖を着るときとかは服が重たくなっちゃうから、髪の毛はねアップにしてるんだよ。今日はちょっと縛ってないからあれなんだけど、アップにしてそれをここら辺にねポーンってつけると可愛いのですよ。それでこれを買いました。私結構ピンとか大好きで、こういうのをすっごい買っちゃうんですよ。昨日の動画のお気に入りで入ってたパールピンもそうなんだけど、髪の毛をいじるのがすっごい好きで。ということで、まず1個目です。今回私が買ったのは全部315円なので把握しておいてください。じゃあ次、こちら、じゃーん、普通のピンとパールのクリップとリボンのクリップが付いてるセットです。じゃん、これはどこでも100円ショップとかでも売ってそうな感じのやつなんですけど、下がねこういうワニクリップ、なんだっけ、くちばしクリップって言うんだっけ、こういうクリップになってるんですよ。ここのここら辺につけたりとかさ、よくない？リボンの方もね同じようになってて、あ、よくない？こんな感じ、パールいいね。リボンここにつけるとあれだけど、ポニーテールとか縛った上とかにこうやってチョンってつけるのね、可愛いと思う。今回ヘアクセ買った理由は、アレンジした時にねちょこっとつけたりとかしたいなと思って買ってみました。ちょっとこのパールのやつお気に入りだわ。ちょっとねパールも大きめなんでね、インパクトもあるけど、サイズ自体がちっちゃいからそんなに大げさにならない感じが可愛いです。以上、ヘアアクセ、ヘアピンとかは以上です。じゃあ次どうしようかな、指輪を紹介しようかな。じゃーん、かわいいピンクゴールドのリングです。私見ての通り結構ね腕が黒いんですよ。腕が黒いので、シルバーはちょっと似合わないなって自分で思ってるんですよ、指につけた時とかに。だからちょっと黒い人でもいけそうなピンクゴールドを買ってきました。こんな感じ、ちょっと見づらいかもしれないけど、ちょっとここにストーンがついてるんです。おい、つけてみるとこんな感じです。私の指だったらどの指でも入る、親指でも、はい、いい感じ、かわいい。これシンプルだけどストーンが入ってるから綺麗に見える。はい、1個目です。じゃあ次、もう1個リング買ったんですけど、似合わないっつってたシルバーを買っちゃいました。こちらハートのリングです。これはねピンクゴールドがなかったんですよ、色が。ゴールドとシルバーしかなくって、ゴールドでつけてみたんですよ。そしたら結構ゴールドゴールドしすぎちゃって、逆に私の手に合わなすぎて、割とねシルバーをつけてみたら結構馴染んだんで、こっちを買ってきました。こんな感じ、なんかいいよね、さりげなくハートがポンってなってる感じが。いや、よすね、よす。でもこっちのリングの方が可愛いな、いいものに出会えた。これさ夏つけてたらさ、多分ここにさハートの形つくよね。夏じゃないからまあいいけどさ、夏つけたらって思うと夏はつけられないなって思っちゃうけど、可愛いです。ということでリングは2つ以上です。で、次はイヤリング紹介しようかな。じゃあイヤリング1つ目、こちら、
パールがいっぱいついたハートのイヤリングです。耳につく部分はこんな感じになってます。後ろに回すやつがあるタイプじゃなくって、ただパカッて開けて耳にはめるタイプのやつです。つけてみたいと思います。はい、つけてみました。ちょっと今の服装には全く合わないやつなんですけれども、かわいい。今の時期だとさ、ちょっとこのパールはまだ早いかなって思うから、冬になったらね、あのモコモコのニットとか着た時とか、かわいいっぽそうなワンピース着た時とかにつけたらかわいいかなと思う。ちょっとでもなんかきつい気がする。調節ができないからな、ちょっときつい気がするけど、まあ落ちなくていいんじゃないですか。こんな感じかわいい。ちょっと2つつけてみますか。はい、両方ともつけてみました。結構存在感がありますね。この揺れる感じがすごいかわいい。揺れてもそんなカチャカチャ言わないし、耳にも響かないのでいいなって思います。でもちょっとね、このタイプ痛いな。耳が、耳タブが薄い人ならあれかもしれないけど、私薄いのかな。ちょっと耳タブが痛いかなって思っちゃった。が取れなければ、ということでイヤリング2つ買ったうちのあと1つ、こちら三日月のやつです。こういうちっちゃいやつが欲しかったんですよ。大きいやつも欲しかったんだけど、なんかシンプルかつこういうなんかストーンがついてる感じのやつがすごい欲しくって買いました。可愛くないですか。三日月に星がチラッてついてるんですよ。三日月のところにはストーンがついてる。可愛い。でこれはさっきと違ってこの透明のタイプのやつ、私ね結構これは好きなんですよね。調節はできないんだけど、私このね透明のタイプが好きなんです。じゃあちょっとこっちつけてみます。こんな感じです。可愛い。ちょっとチラッてついてる感じ可愛くないですか。最近さ、イヤリングも可愛いからさ、もうピアス開ける機会がなさすぎてさ、ピアス開けてないんだけど、これ可愛い。いいね。ゴールドだからちょっとゴージャスにも見える。でちょっと髪の毛こうやってかき上げた時とかにさ、チラッて見えるのはいいですよね。これはねなんかね耳が痛くないんだよね。私の耳に合ってるのか分かんないけど、でも多分これ金属アレルギーの人たちにも使えるよっていう感じのタイプのやつなんだろうね。はい、ということで今回買ってきたもの最後ラストです。ブレスレットです。こちらじゃーん。ちょっとなんて言えばいいか分かんないけど、ジャラジャラのゴールドのブレスレットです。これね一目惚れして買っちゃったんだよ。つけてみます。これさ、つけるとき難しくない？私さ、ワンちゃんあれだな、このまんまいけるわ。あ、いけたわ。もうちょっとゆるいな。ちょっと待って、つけらんない。これめっちゃ難しいよね。これをさ、うまくつけられる方法教えてほしい。ちょっとつけらんない、難しい。こんな感じのやつでジャラジャラしてるけど、装飾品ちょっとついてるものがちっちゃいので、そんなインパクトが強くない感じになってて可愛いです。このタイプのブレスレットをうまくつけられる方法なんかあったら教えてください。これめっちゃ難しいんだよね。ちょっと今つけてないんだけど、ずっとつけてるやつがあのダニエル・ウィリントンのカフなんだけど、カフはスポッてはめるだけだからすっごい楽で、ちょっとこれの簡単な取り外し方法を教えてほしいです。知ってる人いたらぜひコメントお願いします。ということで以上アクセサリーの購入紹介でした。久しぶりにねこんなにアクセサリー買ったので、もうヘアアレンジとかお出かけするのがすっごい楽しみになりました。そんなとこにあんまり行くような予定はないんだけど、あ、もう今月末にねちょっとねあるところに行くので、それにもね使えたらいいなって思います。あと私ね、こういうアクセサリーの収納方法が分からなくって、なんか缶にまとめてバーンって入れちゃうタイプの人なの。こういう感じのアクセサリーのいい収納方法とかあったらよかったら教えてください。ということでこんな感じでした。駅の中とかにも結構あるよねここ。私は結構よく見るんだけど、なんかちょっとお出かけした時とかにラティスあったらよかったら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。